大人のためのセレクトショップユニバーサルランゲージ新宿店が2月26日にリニューアルオープンします。ニューオープンに合わせて自分の分身アバターがスーツの色や柄を試すことができるバーチャルフィッティングアバターシステムが登場します。これからそのお披露目会が開催されます。この度新しく始めるカスタムオーダー事業では、本日このレセプションで初お披露目させていただく業界初のバーチャルフィッティングアバターシステムを、青山グループの子会社である株式会社アスコンとともに独自開発いたしました。このシステムは画面上であらゆる素材、デザイン、色柄の出来上がり、イメージを瞬時にご自身の姿で確認できるという他にはない画期的なシステムです。このシステムを搭載した新時代のカスタムオーダー事業が、いよいよザ・スーツカンパニーとユニバーサルランゲージにて明後日の26日より順次本格的に稼働します。カスタムオーダーを主体とした新しいショップの名称はユニバーサルランゲージメジャーズで、このオーダーショップの多店舗展開と同時に、既存のザ・スーツカンパニーとユニバーサルランゲージにも可能な店舗にはカスタムオーダーのサロンを併設します。オーダー事業では、イメージなんですけども、年齢が高い、敷居が高い、価格が高いということで、なかなかビジネスパーソンのごく一般の方々に、お気軽にですね、購入いただく、あるいはご来店いただくというのはなかなか難しくって、固定観念みたいなものもたくさんあろうかと思いますし、何よりも若い方が既製服を購入される本当に軽いノリ感覚で、ファッションとしてスーツを購入してもらう、そういう売り場にしたい。後発ですので、他社と同じやり方では難しいだろうということで、いろいろそのミーティングを重ねまして、今回発表していただきますバーチャルフィッティングアバターシステムというものを、グループ会社の株式会社アスコンと共同開発で今回開発したという次第でございます。今回開発いたしましたシステムですけれども、ズバリリアリティの追求、ここに焦点を当てて開発をしております。従来のアバターシステムといいますと、いわゆる着せ替えになりますけれども、デフォルメされたイラスト調のお人形さんにいろんな服を着せていくという、そういうふうなものが多かったと思うんですけれども、それだと今回要望のあるリアリティのところの追求にはとて及ばない。かといって全身を 3D で撮影するという方法ももちろんありますが、瞬時にいろいろなパターンのいろんな種類を着せていく、そういうことができなくなると、一個一個作っていく必要がありますので、これだとなかなか商売のベースに乗せていけないというのがありまして、今回私たちが取り組んだのが、事前に胴体の部分を用意しておいて、そこの部分にスキャニングした頭部を乗せ替えていくという、そういう仕組みを作っております。前園正清さん、そして筧美和子さんです。どうぞ。ようこそ。どうぞこちらへ、ようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もうスーツでご登場いただきましたけれども、バッチリ決まってますね。そうですね、はい、ちょっと前にこのバーチャルを体験していただいさせてもらってですね、スーツいろいろ選びながら、フィッティングさせてもらいました。そして筧さんもとっても素敵ですね。はい、これはユニバーサルランゲージの、2016年スプリングコレクションの中から、着させていただきました。はい、とっても春らしくてカラーなども綺麗ですよね。はい、そうなんです。中のこのワンピースもすごく形も綺麗で、はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。どんなところがスーツお好きですか？いや、好きというかですね、自分が着ると本当にこう背筋がピンと伸びることもありますし、あとは特にこの40代になってからですけども、やっぱり相手に対してのその好印象というか、やっぱりスーツ着てて相手が嫌な思いすることは多分ないと思うので、そうですね、そういう部分は若い時と違って心がけるようになりましたけれどもね。やっぱり
年齢とともに着るスーツなどもちょっとずつ変わってきたりもしますよね。そうですね、うん、色だったりとか、まあ、形も含めてですけれども、それありますね。筧、はい、さん、この前園さんのようにスーツの似合う男性、はい、どう思いますか？いや本当にかっこいいと思います、うん、スーツを着ていると、うん、こう私服の時とか、はい、いつもよりもこう何倍もかっこよく見えちゃったりもするし、はい、その人のセンスがすごく出ているのでスーツは大人っぽくっていいなっていつも思ってます。業界初のバーチャルフィッティング、はい、アバターシステムをご覧いただきたいと思います。先日こちら撮らせていただいた時にですね、はい、このように、まあ、この iPad を利用してですね、うん、専用のカメラがついてるんですが、はい、でキューブ状のこういう、まあ、四角が出てきまして、前園様をですねこの中に入れてですね、まあ、石膏を360度こう固めていくような、まあ、イメージで撮らせていただきます、はい、まあ、約まあ1分程度でこちら360度撮らせていただくこと可能でございまして、まあ、なんていうんでしょう、彫刻を作っていくようなイメージで、まあ、一つ一つこう黒い部分とかが穴開いてると思うんですが、そこを全て埋めていく作業をしていくような形ですね。でこの後に、まあ、前園様のこうアバター自身がこのように出てくると、うん、すごい、はい、くるくると回るんですね。くるくると回るんですね。こう、なかなかお背中の部分ですとか、はい、ご覧になること少ないと思うんですが、はい、このような形で、前園様の、まあ、分身、まあ、アバターがこの中に、まあ、入りました、はい、なかなか、まあ、見ることがない白無垢の、スーツを着ている状態なんですが、はい、まあ、この、iPad でですね、指でですねこうぐるぐるっとこう回したりすることもできまして、なんかお人形みたいですね。なかなか、なかなかこう背中の、まあ、雰囲気とか見ることないと思うんですが、まあ、本当に何度でも何着でも一瞬でこう着替えを楽しめるという形なので、うん、例えばネイビーのこうスーツを着てみたりとか、でネイビーにスーツでしたら例えばブルー系のシャツにしてみましょうとか、はい、ネクタイはネイビーにして、まあ、トーナルでまとめてみましょうと。でさらにですね、これも、まあ、この大きさだけでなくお顔の近くでこうご覧いただいたりとか、そういうことも実際に楽しむことができるようなシステムになってまして、実際に生地の感じも分かるということですね。そうですね、何色がいいかなたくさんあるとちょっと迷っちゃいますけれども、はい、あ、でも色があってもすごいおしゃれそうですね、はい、あ、ちょっとね、あ、そうですね、どうしようかな、何個か押していただいて、どうしようかなと言いながらこうやってやってるのも楽しいんですよね。あ、楽しいですね、これね、もう何通りでもできちゃう。そうですよね、はい、押しながらなんか確認していくというのもいいですよね。そうですね、いいですね、はい、決まりましたか？ちょっと迷いすぎちゃった。迷いすぎちゃってこの迷いますね、本当に。この辺どうですか？グレー系ですね、ちょっとグレーに合わせて。あ、なるほど、グレーっぽい、はい、ちょっとシックに。そうです、ね、はい、あ、いいですね。この辺にします、これにします、はい、お願いします。お願いします。前園さん、今日のスーツはバーチャルフィッティングで作られた、はい、ということなんですが、はい、ポイントは？ポイントですか、普段あまり選ばないというか、このライトグレー僕はあまり着ないんですけれども、このバーチャルだとこう本当にこう自分で好みとか、あと普段着ないものにもチャレンジできるなと思ってちょっと選ばせてもらいましたけど、はい、バーチャルで画面上で見た感じと実際できた感じいかがでした？まあ、イメージがこう本当にこう自分で作りやすかったので、まあ、着てみてもそうですし、あと色だけじゃなくて生地とかあとプライスも含めて全部そういうのも細かくできるので、そのあたりはすごく便利だなと思いましたね。筧さん、どうですか、ご覧になって今日のスーツ。すごくおしゃれだと思います。そうですか、ありがとうございます。おしゃれじゃないって言えないですね似合ってないとは言えない。でも本当に細かいデザインとかもすごく可愛らしいネクタイとか柄とかも、はい、はい、すごく可愛らしいものを使われていて、はい、おしゃれだと思います勝負服はどんなものになりますか？着たいね、勝負服、着たい。私のですか？はい、なんだろうな、でもやっぱりこう綺麗に見せたい時とかちょっと大人っぽく見せたいなっていう時はワンピースを着ますね。ワンピースを着てハイヒールを履いて、あとは何だろうな、ちょっと黒とか、そのワンピースを黒とかにして大人っぽく見せたりします。本当ですか、よかった。そう、はい、ね、ワンピースにこのジャケットを合わせるスタイルもすごく素敵だと思うんですが、はい、いかがですか？やっぱり春はこういう薄手のジャケットが大人っぽく着られると思うので、うん、はい、いいですね、こういうワンピースに合わせても。
このバーチャルフィッティングなんですけど、誰か連れてきたい人とかいますか？今はちょっと連れてくるような、まあ、男性もいないですし、私お父さんも実家が飲食店なので、はい、スーツを着ることって本当にないので、ね、弟ぐらいですかね。弟が学生になるので。なるほど、はい、メッセージお願いします。はい、前園さんから。いや、本当にこうこの、バーチャルフィッティングってすごい斬新だし、僕も今もずっと袖で見てたんですけども、本当にこう自分に合うものも含めていろんなこうパターンを、自分でこう探せると思うので、ぜひお値段もこう、ね、自分で価格帯も選べたりするし、ぜひ実際来てお店に体験していただきたいなと思います。はい、アフィさんお願いします。はい、今回のバーチャルフィッティングで、すごく手軽にいろんなスーツを試して自分らしいものも見つかると思うので、気楽に着てみて、はい、バーチャルフィッティングをぜひ試してみてください。このバーチャルフィッティングなんですが、こだわった部分はどういうところでしょうか？そうですね、ファッション雑誌とかそういうものを見られて多くの方が洋服選ばれると思うんですけど、雑誌とかに出てくるのは理想的なプロポーションを持ったプロのトップモデルなんですね。で、本来的にはご自身の実像にどの程度似合うのか、それを客観的に一人一人に見ていただくためにこのシステムを開発しました。注目を集めそうだと思うんですが、はい、どんな方に使ってほしいですか？そうですね、あらゆる日本人と言ってもいいと思います。日本の方はご自分のその可能性について非常に消極的ですし、洋服選びもですね、既製服を販売していても自分にはダブルは似合わない、ベージュは似合わない、赤は似合わないみたいなね、そういうその先入観たくさんあると思うんですけど、それを客観的にご自身のアバターを通してですね、周辺の人に評価をいただきながら無限のコーディネートを選んでいただけるという部分において、まあ、多くの日本のスーツを必要としている方に楽しんでもらいたいと思ってます。このバーチャルシステムによってオーダースーツ変わっていくと思われますか？そうですね、まあ、当社は基本的には生産は海外でということで、価格的にも今までのオーダーのような価格ではなくて、もっとリーズナブルでファッショナブルなものができるようなシステムに今考えてますので、増えていけると思います。今後の展望をお願いします。メンズだけじゃなくてレディースのウェイトが今、12-13% なんですけど、まあ、30% ぐらいにできるぐらいに特に力入れていきたいなと思ってます。これまでオーダーメイドスーツというと手の届かない特別なものというイメージがありましたが、このバーチャルフィッティングアバターシステムによって誰でも自由に自分に似合うものを選ぶことができる、より身近なものになるのではないでしょうか。これからのスーツ選びが楽しくなりそうです。